こんにちは。今夜から明日にかけては日本海側を中心に雨雲が発達しそうです。雨の予想を見ていきます。この後日中は胆振など一部で降るぐらいです。動かしていきます。札幌など道央やまた宗谷地方、今夜遅くから雨雲がかかります。日付が変わると道北で激しい雷雨の恐れがあります。明日の朝になると一旦止むところが多いんですが、明日の午後になると日本海側で広く雨、夕方頃は道央周辺も雨足強まりそうです。そして明日は各地南風が強く吹くでしょう。では札幌の気温の予想です。明日は雨でも暖かい南風で22度まで上がりそうです。来週になると寒気が入り、火曜日以降は17度止まり、昼間でもカーディガンが欲しいほどの肌寒さとなります。また最低気温を見ますと水曜日からは10度を下回る予想。今シーズン初めて一桁の気温になりそうですから、朝晩のお出かけはコートが必要なほどの寒さとなります。衣替えはこの土日のうちに済ませた方が良さそうです。では今の稚内の様子です。今夜遅くから明日にかけて激しい雷雨の恐れがあります。午後の天気と最高気温です。苫小牧は雨が降ったり止んだりでしょう。その他の傘のマークは夜遅くから降る雨となります。札幌の雨は日付が変わる頃までに止みますが、稚内は夜遅くから激しい雨に注意してください。最高気温は道北や道東で16度から18度、風が強いと一層ひんやり感じます。札幌も20度に届かない予想です。変わって今の函館の様子です。こちら晴れ間がありますが、今夜遅くなると雨が降り出します。週間天気です。明日土曜日は日本海側で雷を伴って雨が強まりそうです。日曜日は旭川や札幌ですっきりと青空が戻るでしょう。月曜日になるとまた次の雨雲がかかります。この雨の後、火曜日からは冷え込みが強まり、季節がさらに深まりそうです。お天気でした。